シドアルジョの泥火山とは、インドネシア東ジャワ州、シドアルジョ県で2006年5月29日に発生した世界最大の泥火山。デード噴出事故としても過去最大規模の被害をもたらした。ラーンプはシードアジョからとって、ルシーと呼ばれており、日本語ではルシ、ルーシーと表記されている。本記事では、泥火山。 ルーシー及びその紛失による被害について記載する。道路から望む泥に没し,した地域。2006年5月29日、シドアル除菌近郊にあった天然ガスの試作現場から、高温の汚泥と有毒ガスが紛失し始めた。ジャワ島では、泥火山自体は珍しいものではなかったが、ルーシーはこれまでの泥火山と規模が違い、最大で1日あたり18万立方メートルの、 おでを紛失した。2011年時点で、ダラム大学の研究チームは、泥の紛失が今後26年間続くと予測している。発生から11年が経過した2017年時点でも、泥の紛失は継続しており、2017年時点までに1 3人が、死亡し6万人が自宅を放棄して避難した。程度は16平方キロメートル近くに広がり、高さは、 最大で40メートルに及んだ。この噴出について地震が原因の自然的なものか、それとも天然ガス田の掘削が原因の人為的なものか、意見が分かれており、当時掘削を行っていた石油、天然ガス採掘会社のラピンド・ブランタスは、自社の専門家は地震が原因だとしていると主張、現地住民には援助金を約束したが、2016年時点でも、 未払いの保証金がある。シドアルジョの泥火山は世界最大のものであり、現地には泥火山ツアーなどで観光客が訪れている。また、被災者や失業者の中には観光ガイドや観光客向けのオジェックなど観光客を相手に生計を立てている人々もいる。泥流により破壊された景色2008年のナショナルジオグラフィックに掲載された記事によれば、 国際通貨基金の推定する被害総額は37億ドルであり、インドネシアの GDP の1%近くに上ったという。2013年の BBC の報道では、経済損失は40億ドルを超えるとしている。2015年の AFP とフィナンシャルタイムズの報道によれば、被害額は27億ドルと推定されている。近隣都市間の幹線道路も泥の被害にあった。 スラバヤ・マラン間の高速道路と鉄道が泥の被害を受け、前車は泥によりたびたび閉鎖され、後車は枕木が泥に渦漏れ、レールが屈折するトラブルが発生した。現地の日本語新聞、ジャカルタ新聞によれば、東ジャワ広域で交通や物流が麻痺する事態に発展、後に迂回路となる高速道路が建設されたという。年月日、 シドアルジョケンポロン郡デノクのゴ村にあったラピンド社のブランタスコークバンジャルパンジ天然ガスレン付近で水蒸気噴出が発生した3日後の6月1日には突然50度の泥が水蒸気と共に噴出した泥の噴出量は当初の1日5000立方メートルから2ヶ月後には1億2600万立方メートルまで増加し同年10月時点で 被害面積は415ヘクタールに及び4つの集落が壊滅、家屋1640軒などが被災し住民約9100人が家を失い避難した。また、被害地域には中小工場の密集する地区もあり、工場20軒も被害にあった。同年11月には地下のパイプラインが泥の圧力で爆発する事故が発生した。 紛失現場を通過する高速道路の付近で、国有石油会社プルタミナのパイプラインが爆発、土木作業員や高速道路の職員など13人が死亡した。また、十数人が重軽傷を負った。ジョグメック、ジャカルタ事務局長のレベルによれば2007年に、被害地域は3軍の12村、640ヘクタールに拡大。 2008年には728ヘクタールに達した。東北大学の古周一らの論文では2011年時点で6.5平方キロメートルが泥水に浸かり、3万人以上に影響が発生したとしている。また、少なくとも1万人が移住せざるを得ず、BBC では7平方キロメートルが埋まり家のない、家族が1万3000残されていると報道された。 ジョグメックのレビューでは2012年8月時点で被害地域に家屋や土地を保有していた住民が1万1881世帯あるとしておりまたインドネシアの国家人権委員会の発表によればポロン軍の住宅1万426戸が全壊し避難生活をしている被災者が4から6万人いるという2013年のジャカルタ新聞では山町11村の 約800ヘクタールに泥が流出し、直接被害に遭ったのが2381世帯、約9000人、避難者、約4万人と報じられた。2014年には9月と11月に堤防が決壊してせき止めていたデ度ドが流出、9月の決壊では住宅20戸が被害に遭った。2015年時点で AFP の報道によれば、 約4万人が避難していた。2016年のインドネシアの日本語新聞、ジャカルタ新聞では、ポロン軍、タングランギン軍、ジャボン軍の3軍計800ヘクタールが泥に渦漏れ、15、村の7万5千人以上が土地を追われたと報道された。2017年のナショナルジオグラフィックによればデードは16、平方キロメートル近くに拡大し、避難者数は6万人に達した。 泥の紛失量最初期は1日5000立方メートルだったが、2ヶ月後には1億2600万立方メートルまで増加した。2006年5月から2009年6月の泥の紛失量は1日あたり11から17万立方メートルであり、最大18万立方メートルに及んだ。これは、オリンピックサイズプール50個分に相当する。ジョグメク。 ジャカルタ事務所所長のレビューでは2009年7月から2010年5月は1日、あたり3万から7万5000立方メートル、2010年6月以降は1万から3万立方メートルの紛失量だとされているが、2015年の AFB の報道では1日あたり3から6万立方メートルだとされている。ルーシーの泥には硫黄などの有毒成分が、 含まれているため海洋汚染などが懸念されている。実際、ブラビジャや大学などの研究結果は、周辺地域の重金属濃度が高いことを示している。現地の環境団体である、インドネシア環境フォーラムは2006年の時点で泥を海に流すことで、海の生態系が破壊されると懸念していた。ウォーリーのレレクリスタントは、泥の中に大量の重金属がある。 水や沈殿物だけではなく、魚も汚染されていると述べた。また、ウォーリーの東ジャワ支部によれば、泥には、銅、カドミウム、多管法鉱属炭化水素といった有害な重金属や発岩性物質が含まれているという。2016年には、AFP の記事で、近隣住民が健康問題や土地と河川の汚染を訴えていると報じられ、 ジャカルタ新聞でも住民が水道水の汚染を報告したと報道された。インドネシア採掘アドボーカシーネットワークの七名イマナは、噴出以来4万6千人が呼吸器系の症状を訴えて診察を受けたと述べ、噴出するガスの毒性による健康被害を懸念していると語った。ラピンド・ブランタス社は当初、応急処置としてデードの流出を防ぐために、 森土の堤防を建設したものの、噴出の勢いが強く堤防は各所で決壊した。そこで横穴を掘るなどして、ガス電により重い泥を注入する対策が行われたが、噴出を止めることはできなかったという。後日の大統領令、第13号から約2週間後、対策委員会とユドヨの大統領は、事故現場近くを流れるポロン川を通じて、 泥を海に流すことを決定、指示し、11月22日には不設された、導水路を通じてポロン川への排出が始められたが、泥の排出量は想定を大きく下回った。2007年2月には、噴出を止めるため金属の鎖で繋いだ、コンクリート球を投入するという前例のない計画が、政府の承認を得て実行されることになった。対策期間は、 堤防と専用の貯水池を整備し、噴出した程度は貯水池にため、溢れた分は堤防で咳止め、溜まった泥はポロン川を通じて海に流したが、結局噴出自体を止めることはできなかった。インドネシア政府はシドアルジョ泥噴出対策庁を新設し、2007から2014年に計9兆5300億ルピアを採出した。また、 2007年の大統領令で、ラピンド社には3兆9000億ルピアの賠償金を支払うよう規定された。ラピンド・ブランタス社は、子会社のミナラック・ラピンド社を保証金、支払い会社として指定し、政府はミナラック・ラピンド社に保証金支払いのため7,819億ルピアを貸し付けている。ラピンド・ブランタス社自身が費やした対策費などは報道によって異なり、 2016年のジャカルタ新聞では同社は2006年以降に災害対策費として8兆ルピアを支払ったとしていると報じられているが同年のジャカルタポストの報道では泥の流出に起因する社会的物理的問題に対応するために6.1兆ルピアを費やしたと主張しているとされている2006年6月7日事故の9日後に 当時の東ジャワ州知事、今マム・ウは、州政府だけでは対応できないとして、中央政府の支援を求めた。7月15日、スシロバンバンユドヨノは、関連省庁、東ジャワ州、ラピンド社が協力して、対策を検討するよう指示し、東ジャワ州に対策本部が設置された。2006年9月、 シドアルジョドロ紛失事故対応委員会に関する2006年大統領通達第13号が制定され、ドロ紛失事故対策委員会が活動期間6ヶ月で設置された。2007年3月31日、シドアルジョドロ紛失対策期間に関する2007年大統領令第14号が制定され、反永久的な政府機関が設立された。この大統領令では、 2007年3月22日付の被害地域地図の範囲の被害に対しては、ラピンド社が分割払いで支払う範囲外は、国家予算から保障すること、最初に20%を支払い残りも2年以内に支払うこと、主要堤防からポロン川の範囲の泥対策費用は、ラピンド社が負担すること、泥紛失に関するインフラ対策費用は、国家予算などから支出することなどが盛り込まれた。 ラピンド社は保証金の内前払いの20%分は、おおむね問題なく、支払ったものの、残りの関西が、大幅に遅れ、政府は当初予定の2009年末から2012年6月まで、支払い期限を延長した。だが、2012年6月、ラピンド社副社長は同年年末までの延長を、求めて、政府の了承を得ており、 同年8月時点で支払われた保証金は約2兆9000億ルピアだった。その一方で2007年の地図範囲外は政府の保証範囲とされたため被害地域の拡大に伴い政府負担は増加し2006から2015年に政府が本県に費やした国会予算は約13兆ルピアとラピンド社の保証責任である3兆8000億ルピアの4倍。 近いとジョグメックの高橋は算出している。ラピンド・ブランタス社は、アブリザル・バクリ国家福祉担当調整省の親族が、株式を保有しており、バクリ財閥の民間石油、ガス企業エナージーメガパーサーダの子会社である。2013年時点で、バクリ自身は、対応に、消極的であり、口述するデモなどで批判されることがある。 2013年5月29日、未払いの賠償金の支払いを求める被害者らがデモを実施し、約400人が参加した。デモでは、ゴルカル島党首であり、ラピンド・ブランタス社をグループ参加に収めているバクリの対応を批判する声が上がり、参加者らはバクリに責任を果たすよう要求した。この時点で、未払いの賠償金が7860億ルピア。 あったと報じられている。2013年8月、インドネシアの国家人権委員会は、ラピンド・ブランタス社が、地元住民に対し15の分野で、人権侵害を行ったとして、同社幹部への刑事責任の追及を求め、被害者への保障は、国家予算から行うのではなくすべてラピンド社が、負担すべきだと主張した。2014年、保障策をめぐって、 各内で意見対立が発生した。12月にジョコイ大統領が総額3兆8300億ルピアの保証金の内約2割の支払いが未払いのため早期艦載に向けて対策を検討するよう指示を出した。8日バスキ・ハディムルヨの公共事業、国民住宅省は保証窓口であるミナラック・ラピンド社の資産を7810億ルピアで国有化。 保証資金に充てるとの方針を発表した。だが、以前から、同社救済に充てるだけの予算上の余裕はないと、知っていた、ユスフカラフク大統領はこれに反発した。カラフク大統領は、同日8日に公的資金投入の報道を否定し、ミナラックラピンド社は保証金を支払う代わりに、住民の土地を、相場の3から4倍で買い取る保証策を、行っていると非難した。 2015年6月、政府はミナラック・ラピンド社に対し、保証金支払いのために7810億ルピアを提供することを決定し、大統領令により、年利4.8%で4年以内に返済するよう、規定されることになった。2016年のジャカルタ新聞の報道によれば、BPLS は未払いの保証金が3.6兆ルピアあるとしている。 インドネシアの英語新聞、ジャカルタポストによれば、保証金を支払われるべき、被災地域の土地所有証明書は三三千百三十一件、あるが、そのうち八十六件が未払いだという。ラピンド・ブランタス社は保証金の支払いが滞っている、理由として、測量結果と住民が報告する、土地状況に差異があるため査定金額に対して不満が生じること、相続権や分配で、 トラブルになり住民側が保証金をなかなか受け取らないことを挙げている。2016年1月、ラピンド・ブランタス社は、泥流の中心から 5km 離れた地点で新たな構成の掘作を開始した。カラフク大統領は、政府がラピンド社に長期間にわたり、資金を貸し付けていることを指摘し、政府への負債を返済するために必要なことだと、見解を述べた。 ウォーリー東ジャワシブシ部長のオーニー・マハーディカは災害が発生するリスクがあるとして掘削に反対した。2016年6月時点で掘削は政府の指示により中断されている。2011年にダラム大学のリチャード・デイビスらはダラム大学の教著者シモン・マティアスが開発したコンピュータモデルを使用し泥火山の噴出は26年間継続すると推定した。 紛失の信頼できる推定値が算出されたのは、これが初めてであり、10年以上継続する可能性が90%、100年以上続く可能性も10%あると推定された。また、この推定値は、耐水層に圧力が再度加えられることがないという仮定の下で算出されており、再び圧力がかかれば26年では済まないとされている。 2013年にはカリフォルニア大学バークレー校のマイケル・マンガ教授は日本の LOS 衛星の画像を解析した結果ルーシーが活力を失いつつあることを示し噴出は2017年までにはだいたい終わるだろうと予測を述べた地下に角の圧力がたまり何らかの振動がきっかけとなり噴出が始まったとされているがきっかけとなった振動については科学者の中でも意見が 分かれており、泥火山噴出の2日前に、約 260km 離れたジョグジャカルタで、発生した、マグニチュード6.3の地震が原因だとする説、噴出口から 150m の位置にあるバンジャル漢字、天然ガス連が原因だとする説の2つがある。2008年に、ケープタウンで、米国石油地質化協会の会議が開催され、双方の仮説の支持者がディベートを行った。 ダラム大学のリチャード・デイビスは新たに公開された、縮屈のデータからは紛失の原因となった圧力の上昇が読み取れると主張したが、ラピンド・ブランタス社の掘作アドバイザーであるロッキー、サウォロはそのデータの圧力は許容範囲内に収まっていると反論した。彼の同様で、オセロ大学のアドリアーノ・マッツィーには地震が原因だと主張したが、カーティン大学のマーケティンへは、 地震のマグニチュードは6.3と小さすぎると反論した。投票の結果、議論を聞いた地質学者ら74人のうち42人が屈作が原因だとする説を支持し、13人が地震と屈作の両方が原因だとし、16人は証拠不十分と判断、地震のみが原因だとしたのは3人だけだった。この投票結果に対し、 議長を務めたエジンバーラ大学のジョニー・アンダー・ヒルは圧倒的大差で屈削が最有力の原因として支持されたと述べた。2007年のグッサ・トゥデーではガスの試作性が地下 2800km の高圧の岩石を刺激したのが原因だという説が掲載された。2008年のナショナルジオグラフィックの特集記事では同じく屈作が原因だとするダラム大学の リチャード・デイビスの見解が報じられたが、彼は地震はあまり大規模ではなく、震源も遠いと指摘し、自身の調査で掘削が原因だという有力な調査が得られたと述べた。2013年にネイチャージオサイエンスに掲載された論文では、ボン大学のスティーブン・ミラーラのコンピュータモデルを使用した研究によりジャワ島中部の地震が原因だと主張している。だが、 リチャード・デイビスはこの論文に回帰的であり、井戸の圧力は地震以前から高かったと指摘、圧力が高い状態で適切な措置を取らずに採掘用のドリルを引き抜いたことが原因だと主張した。また、2015年にネイチャー・ジオサイエンスに掲載された論文も、ミラーラの論文に異論を唱えており、掘削作業中に測定されていた天然ガスの濃度と、組成を分析して原因は、 地震ではなく天然ガスの掘削調査だと主張している。この論文の共同執筆者であるアデレード大学のマークティングへによると地震により地下深部の粘土が液状化して噴出したレ度の発生源となったのであれば大規模な天然ガスの噴出により電流が上昇し地上に噴出するはずだが分析結果はそのような天然ガスの噴出が発生していないと示していたという。 2017年夏にマリンペトロリアムジオロジーに掲載された論文ではジョグジャカルタの地震が原因だと提唱している。2006年11月22日、不設された導水路を通じて貯蔵されていた汚泥がポロン川へと排出され始めた。だが、この泥には硫黄などの有毒成分が含まれているため、海洋汚染などが懸念されている。また、 ポロン川の上流には人口の多い地域や国倉地帯を流れるブランタス川があり、ポロン川に泥が堆積することで洪水疎通能力が低下し、これまでのダム貯水池の建設や河川改修による洪水被害現象に悪影響を及ぼす可能性も懸念された。だが、2013年に土木学会論文集に掲載された論文によれば、ポロン川では寒気に、 泥が堆積するものの浮きには流量増加により堆積物が流出しており2007から2009年にはルーシーからのデードの噴出量が1日あたり約8万立方メートルから約4万立方メートルまで半減しデードの堆積量も約3分の1に減少していたことからポロン川の堆積予定は年々減少していると考えられている2017年の ジャーナルオブジオフィジカルリサーチに掲載された論文では長期にわたり噴出が継続している原因はジャワ島東部のアルジュノウデリラン火山複合体だとする説が提唱された。アドリアーノ・マッツィーニを主著者とするこの論文では火山複合体最北端のマグマだまりからルーシーのある堆積盆地にトンネルが繋がっておりマグマが堆積物を焼いて 常に圧力を高め続けていると主張している。だが、この説には異論もあり、アデレード大学の火山学者マークティン芸は以前の測定との矛盾を指摘している。ありがとうございます。